はい、新大阪の皆さん、はい、こんにちは、新です。ということでね、今日はですね、ちょっと7月になってね、ちょっとカレンダーのなんかちょっと皆さんにちょっとお見せいただきたいと思います。はいですね、ちょっとまあですよ、まあ今日も充電してるんで、ね、こういった動画しか撮れませんが、まあ充電がある日はそこでコント動画とか、まあ皆さんを面白くするための動画を撮ってますか、まあ、こういった動画がきっと多いと思うので、そこはよろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと紹介します。見てください、お願いします。フォーゼです。はい、フォーゼ好きですね。僕は仮面ライダーですね。ちょいろいろあります。こちらちょっと見てください。ちょっと待って、はい、眉も貼ってあります。飾ってあるです。はい、野球もありますけどね、こんな感じです。はい、まあフォーゼが飾ってあります。はい、まあちょっと皆さんこれは知ってるとかわからないと思うんですけども、あの YouTube で大人気のヒカキンさんがなんと本を出します。はい、なんか昨日動画で言ってたんですけども、ちょっと昨日ですかね、まあね、なんか僕もちょっと欲しいですね。1000円価格が1000価格で買えるというのが、めぐいさんの本読みつつも読んで、またヒカキンさんの本読んで、でこうやってね YouTube をどんどん勉強していきたいですね、自分も。なのでちょっと、買ってみて見たいと思います。発売日は7月19日っていう話なんですけども、に発売されるみたいです。僕も近くの書店に行ってみて、ちょっとヒカキンさんの本あるかちょっとチェックしていきたいですね。ちょっとそれであったら購入をできればしたいと思いますね。よろしくお願いします。あとまあちょっと七夕が近いですよね。4月7日ですから、皆さんはどういったものをお願いしますかね。まあ僕はまだそういったことはちょっとまだわかんないんですけども、まあ皆さん、ね、その願いが叶うといいですね。はい、なんでこの4月がフォーズかっていうのは、じゃあ多分ですよ、あれですよ、フォーゼっていう仮面ライダーですね。なんか敵が、サソリ型のゾディアーズとか、あと乙女座型のゾディアーズとかですね。なんかそういった感じだからだと思います。だから、多分そのことできっと7月をフォーゼにしたんだと思います。この方。でも僕、はい、仮面ライダーでもフォーゼが好きだったんで。まあね、なんか、あれですよ。なんか、そういったね、学校っていうか、まあ学園のなんかドラマみたいな感じですかね。まああれですよ、結構豪華な人たちばっかりでしたね。フォーゼはやっぱりあの大杉先生っていうなんかその仮面ライダーの教師がいるんですけども、ね、それがなんと、アンガールズの田中でしたね、やってました。はい、なんかすごいそれは驚きましたね。ね、で主人公の如月、役が役がですね、あれですよ、福士蒼汰さんですよ。僕福士蒼汰さんの大ファンですね。すごく見てます。メティオの人もすごくかっこいいです。まあ応援しますよ。仮面ライダーも応援してますけども、アイドルも応援します。二次元も応援してますけど、はい、ボーカロイドや初音ミクは非常に好きです。最近ゼロゼロにもハマってきました、アニメ。ドラゴンボールもすごく好きですね。なので、まあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。今日5分になっちゃいましたけど、はい、以上、新大阪でした。ありがとうございました。